はい、こんばんは、コートです。今回の話題はですね、こちら、鬼滅の刃の2期、遊郭編というものが、もう原作はどんどん進んでる、終わってるんですけど、アニメの方がですね、今年2021年に放送されるという情報がさっき出てまして、僕もびっくりしました。で、僕、鬼滅の刃で言うと、宇髄天元さんっていう、音柱のね、人が大好きなんですけど、その人が、まあ、主役というか、その人がメインの話が遊郭編っていう次のお話なんですね。アニメの続きのお話なんですよ。なんで、ちょっと僕もテンション上がって、今回動画を撮っております。で、まあ、メインは何かっていうと、サムネとタイトルにも出てるかと思うんですけど、僕は、鬼滅の刃2期主題歌、リサさんじゃなくて、米津玄師説っていうのをしたいと思います。でこれはまあ、順当にいけば多分リサさんなんですよ、多分ね。ただその何ていうんですか、大穴というか、でここでね米津玄師っていうのもちょっとねあるかなと思うんですよね。それはなんでかっていうと、それ僕が米津玄師好きなんで主題歌歌ってほしいっていう、それがまあ強いんですけど、そうじゃなくて、米津さんがアニメ主題歌っていうのをやるのももうやったのはアニメ映画の怪獣の子供が多分2年かぐらい前だったと思うんで、そろそろねアニメの主題歌またやるんじゃないかなっていう、周期的にね、そのヒーローアカデミアの僕のヒーローアカデミアの時にもやったけど、でやるんじゃないかなと思ったんですよね。あとは米津玄師さんもね鬼滅の刃はね、好きで見てるんじゃないかなと思います。もしかしたら僕の動画一瞬だけでも米津さん見てたかもわかんないですけど、鬼滅の刃ね、見てると思うんですよ、僕。やっぱね、こんだけ世間で話題になってれば、どんなに興味がなくても、ちらっと、炭治郎ってやつが主人公なのね、とかは知ってると思うんだよね。だから、ね、そこでちょっとばかしでもね、興味がね、出てきてると思うんだよ。だから、そこに、俺は読んでみて、面白いなと思えば、自分が曲作ってみてもいいんじゃないかなとかってやるだろうし、忘れちゃったけど、確か、米津さんだったか忘れたけど、なんかとりあえずただこのアニメの主題歌俺が作ったらどうなるんだろうみたいな、作ってた時期があるみたいなことを言ってたような気がするんだよね。だから「鬼滅の刃」1期の主題歌俺が作ったらこうなるみたいなのもあったんじゃないかなと思って、でそれをこうちょっとオマージュなんていうのちょっと変えて2期の主題歌にっていうこともねあるんじゃないのかなと思ってね、これがね実現したらめちゃくちゃすごいことだし、万に一つもないとは思うんだけどちょっとねその可能性ねちょっと僕信じたいね。だって米津玄師が「鬼滅の刃」のさ主題歌担当ってさめちゃくちゃ面白いと思うんだよ。それ本人が歌う本人の曲じゃないにしろ、例えばリサさんが歌ってその曲と歌詞を米津玄師が提供するとか、リサさんと一緒に作るとかねになるっていう形もあるんじゃないかなと思うんですよね。でそうなったらめちゃくちゃ面白くない面白いと思うんだよね。歌うのはリサさんだと思うな、それから一緒に歌うとかでもいいけど、曲書くのだったらさ曲調で米津玄師で分かるような曲調とかさだったらさファンとしても嬉しいしめっちゃ面白いじゃん。でそこのつながりができてさライブにリサさんが来てとかね面白いじゃん。そういうの想像するの面白いからさ、だから分かんないけど米津玄師が「鬼滅の刃」のアニメ主題歌担当とかになったらもうめちゃくちゃ爆上げなんでテンション、そういうのがね、実現してくれたら嬉しいなと思ってちょっと動画撮っております。あとバレンタイン動画ね出すとか言いつつもう忘れてたんで今日はこういう動画にしようと思います。ではご視聴ありがとうございました、今回の動画は「鬼滅の刃」2期放送決定ということで遊郭編宇髄さんが主役じゃなくてメインキャラになるお話ですね、が放送になりました。でその主題歌、順当にいけばリサさんなんですけど、僕は大穴米津玄師狙いということで米津玄師推しということで、お話ししておこうと思います。もし本当になったらこの動画後からバズっても嬉しいからねはい、じゃあ今回はこの動画これで終わります。俺も米津玄師だと思うとか、リサさんが歌いけど 作詞とかならやってもらいたいなとか、そうじゃない人もねよければねいいねボタンとあとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。今日の T シャツは猫ちゃんでした。バイバイ。